大谷祖廟は、京都府京都市東山区にある新州大谷派の宗祖で、ある親鸞の墳母の地である。墳母は、五廟と呼称される。通称は、東大谷。江戸時代は、大谷五坊と呼称される。境内の、本堂と、五廟並びに、大谷祖廟に隣接する、東大谷墓地には、耐えることなく、参拝者が訪れる。本堂本尊である、阿弥陀如来立像を安置する。 五秒収穫診断並びに、新宿大屋箱歴代の墓所、表から門宗門、四つ足五門とも、東大屋山道側の門、太鼓堂かつては、二階部分の太鼓で時間を知らせていた。現在は、時計が普及したため使用せず、定例法話の会場として使用する、崖江戸の茶所花祭り4月1日から8日に、開催、行天講座8月1日から5日に模様される。 早朝法座、東大屋万堂へ8月14日から16日に、大谷祖病と、東大屋墓地において催される。期間中の18時21時には、吊るされた約1万個の超賃のろうそくに火が灯される。期間中の19時20時に、本堂において、万堂へお盆法要を恩守する。法音公9月27日28日、定例法は先、文首の命日である13日と、 中祖親鸞の命日である28日に太鼓堂にて開催される法和会。8月13日、9月28日、11月28日、12月28日は、休会。校長2年11月28日、押し工事南までの工事東にある実定の広雄が、臨場を務める前方院にて、去年90をもって入滅する。ビの地については、親鸞の彦で、本願寺。 第三代、各女の御伝省に、鳥辺野の南の辺、縁人氏にそうした手祭ると記されている。大谷派は、縁人氏に手だびに付されたとしている。現在の、縁人氏は、第二十一代現状が再興したもの、運営九年、東国にいる新蘭の弟子たちの協力を得た、革新義により、大谷から、吉水の北辺に改装し、大谷平等が建立される。元号三年、 大谷平等は角女によって寺院化され、本願寺と合祀成立する。本願寺の歴史の詳細については、本願寺の歴史を参照鑑賞6年、延暦寺斎藤の使徒らによって、大谷本願寺が破却される。破却後は、井上根ガ一によって、祖父が守護され、大谷道場と称した。天文元年、山品本願寺が破却される。大谷道場も破却される。元知の子孫。 言願いによって復興。元気2年、石山合戦に際し、大谷道場が破却される。天正17年、言願いの妻、明優と、子息、く、言大谷道場の復興にあたって、豊臣秀吉から、知戦免除の主因状を受ける。慶長5年、千温院の造営に先立って、東本願寺、第12代教女は、言う,うに、大谷道場の御堂の移築を命じる。 有慶は、御堂を、四条富の工事へ移築し、徳政理事を創建する。慶長7年、本願寺の東西分立に際して、京女は東本願寺境内に新蘭お及び本願寺歴代の仮墓を建立する。慶長8年、地温院拡張造営に際して有慶の、妹婿子の前、寮の申し出により、新蘭鸞旅の縁日都市寺の旧地と伝えられる、鳥部山に大大地を配領し、 大谷道場を改めて、勝久寺を創建した。旧地には、地温院達中、高市大院が建立されたが、地温院作事奉行の一人、勝誉れ道勢によって、祖父遺跡が残されることになる。寛永16年、勝久寺は、西本願寺に属する。その後、勝久寺は、西本願寺の信蘭病所として整備され、大谷本病となる。勝久寺が、 西本願寺の末寺になったことにより、東本願寺では新祖病造営が求められるようになる。漢文十年、第十四代卓女は、東本願寺境内の新乱、及び本願寺歴代の仮墓を、京女、千女の両墓と共に現在地に移し、大谷ごぼうと称する。元六十二年、第十六代一女は、祖病の改築に着手する。元禄十三年月日、 一女が入滅する。入滅に伴い改築工事は一時中断となる。元六十四年、第十七代新女は、一女の一周期言種の後に改築工事を再開し、本堂が完成する。同年に、祖父の改装を行う。元六十六年、新女、戦物会を行う。法永六年、虎石を祖墳奉城に置く。延教二年、江戸幕府第八代将軍。 徳川吉宗より1万坪の寄付を受け、寺本を拡充する。文政3年、大谷新道を開く。安政4年、大谷新道南北の二地歳を買い取る。明治5年、大谷関節と解消する。明治9年、大谷別院と解消する。昭和27年、東本願寺の飛び地境内と定められて、大谷本病と解消する。昭和56年、現名称である、大谷祖病となる。 東本願寺は、江戸時代に4度の火災にあっているが、その際には大谷祖病がご神鋭の避難所となった。文政6年の2度目の火災は11月15日であったため、この年の11月21日から28日までの7昼夜の5世紀奉公校は大谷祖病において、勤められた。平成22年、周祖神男性人750回御延期の記念事業。 大谷そびお木造所建物整備事業の一環として、本堂と京から門を修復する。表から門の修復工事の際に、屋根内部より、分久2年。それまでは、上段管日記の記録から、から門は安政4年以降に、東本願寺から移築されたものと考えられていた。しかし、安政5年の東本願寺消失により移築予定の門も消失したため、 現存する、氷から門は新築されたことが確定する、鉄道バス、ありがとうございます。